ヌヌ24分の1スケール、シボレークルーズ 1.6T 2013年 WTCC ワールドチャンピオンです。こちらのまず、写真なんですけれども、これはメーカー塗装したあの完成の、見本の写真になっております。で、別売りのディテールアップパーツをちょっと使用しているので、実際のキットとちょっとついている部品が異なる部分がございます。そして、キットの内容は、このようになっております。まずこちらがボディになります。こちらの車は、大体作ると全長が20センチぐらいで、幅が9センチくらいのサイズになります。そしてこちらがライトや窓ガラスに使うクリアの部品になってます。こういう分割式になって、るものですから、割とはめるのは楽になると思います。で、こちらがフロントグリルと、あとホイールと、あとライトに使う、メッキのパーツになってます。非常にツヤツヤで綺麗です。で、こちらが車体じゃないかな、中の方ですね。室内とこドア横のモールやダッシュボード、あとシートなどが入ってます。で、こちらがシャーシーと、あとそれに付随したサスペンションパーツや、こういうロールバーなどの部品がここに入っています。で、こちらがタイヤと、あとポリキャップとグリルのところに貼るメッシュが入ってます。で、こちらの方がデカールシールになってます。部品はこれで以上になります。そしてこちらが組み立て説明書になります。こちらの下のところにはこの車の解説がまず書いてあります。そして組み立てを始める前に必要な工具や材料などがこちらに書いてあります。そして説明書を開いていきますと、まずここに書いてあるのがカラーのリストになってまして、こちらの方はクレオスの水性ホビーカラーとミスターカラーが書いてあります。そしてボディの基本色としてはこちら1番のホワイトですね。で、後ろ側が3番のレッドを使います。そして組み立ての方はまずこのシャーシの、ところに、マフラーやこの足回りの部品などをつけていきます。そして、ブレーキディスクとサスペンションのパーツを作ってシャーシの方に取り付けていきます。そしてタイヤとホイールをセットして、こちらの車体の方につけていきます。で、次に内装の方になりまして、こちらシートやフットペダル、シフトレバーなどをつけていきます。で、シートの方の、シートベルトはこういうデカールで再現されております。で、こちらがダッシュボードで、ステアリングハンドルやメーターなどを取り付けていきます。そしてここがロールバーの組み立てになります。そしてこれでドアの内張りの方をセットしていきます。ここが終わりましたら、先に作ってましたロールバーとコックピットの部分とダッシュボードの部分をセットしていきます。で、その次にフロントグリルを作っていきます。で、フロントグリルのところには先ほどのメッシュを貼るようになってますけども、ここがそれの原寸大図になってますので、コピーとかしてこう切り、それで
切り抜いた方がいいと思います。でこちらが、ボディの方になります。でボディの塗装はこの、2色白と赤で塗り分けていただきます。そしてリアウィングを作りまして窓をはめていきます。ただ窓の方はこれ内側からデカールを貼る部分がありますので貼り忘れにご注意ください。でこれで、フロントグリルをボディにつけてワイパーやミラーなどをつけていきます。そしてテールランプをつけて、車体とコックピットと、こちらのボディの方をセットしていきます。でこちらでそれでアンダーガードとアンテナを立てて完成になります。でこちらの方が塗装やデカールを貼る細かな位置の説明になっています。で最後にこちらがパーツリストになっています。でデカールもひとまとめになっちゃってて分かりづらかったんですけどこのようなデカールの種類で入っています。これで以上です。